イヴァン・ビリビンが1931年、竜王と、賢女、ワシリーサは、ロシアの民話である。AT 番号は313。アファナーシェフによる、ロシア民話集に、類話も含めると8編が収録されている。ワシは、家族の元へ戻る途中に王を、自分の背中から三度階に落としてはすぐに助けた。そして王に、 自分が三度命を狙われた時の恐怖を知って欲しかったと語った。ある王が狩りの最中にわしを見つけて狩ろうとしたが、わしは王に除名を凍った。王はわしの願いを聞き入れて殺さないことにした。わしは王に三年間飼われた後、解放が決まると王を伴って家族の元へ戻った。 そして飼育してもらった例として二つの小箱を王に、私、帰国の船も用意した。王は、キロで立ち寄った島で、わしとの約束を破って、小箱の一つを開けたところ、多数の家畜が飛び出してきた。その時海から現れた、不思議な男が、王の家にあるもので王の知らないものをもらう、という条件で、家畜をまた小箱の中に片付けてくれた。帰国した王は、 留守中に王子が誕生していたと知り、王子をあの男に渡さなければならないと悟って悲しんだ。しかし二つの小箱からは、家畜の他に緑豊かな庭園も現れ、これらを喜んだ王は、男との約束を忘れてしまった。月日が流れ、あの不思議な男、竜王が王の前に現れて、約束の履行を求めた。王は成長した、王子らに、 ことの次第を打ち明け、王子を海辺に送り届けた。王子は、そっくりな娘たちの中から、ワシリーサを言い当てる旅を始めた王子は、途中で出会った、ヤガー、バーさんに、ことの一部始終を話した。王子は、ヤガー、バーさんの助言に従い、十二話の詐欺が変身した、乙女のうちの一人の衣類を隠した。衣類がないために詐欺に戻れなくなった乙女、ワシリーサが、 父の竜王のもとに、あなたが来たときに、私が役に立つからと懇願するのを聞き入れ、王子は彼女に衣類を返した。また、これも助言に従い、旅の途中であった、食いしんぼ、大酒のみ、菅野太郎の三人を共にした。竜王の宮殿に到着した王子に対し、竜王は、一日目には、水晶の橋を、二日目には庭園を作るよう命じたが、 ワシリーサが魔力を用いて一番で完成させて王子を助けた。竜王は王子が難題をこなした例に十二人の娘の一人を妻に与えると告げたが、そっくりな娘たちの中から同じ娘を三度言い当て、もし間違えたら死刑にすると言った。その条件を知ったワシリーサが自分を見分ける方法を王子に教えたため、王子はワシリーサを妻にすることができた。 結婚を祝う席や、入浴の際も、竜王が王子に無理難題を振ってきたが、友の、食いしんぼ、大酒飲み、菅野太郎が王子を助けた。ワシリーサは王子を伴って、父の元から逃げ出し、父の追ってからも、魔法を用いて逃れた。そして、自ら追ってきた竜王の前に、蜜の皮を用意したところ、竜王は蜜を全部飲み干そうとした挙句に腹が破れて、死んだ。 ワシリーサは自分のことを王子の家族に話してもらうために王子を帰宅させた。宮殿に帰った王子は、ワシリーサの言いつけを忘れて、自分の妹に挨拶のキスをしたため、ワシリーサを忘れてしまった。ワシリーサは王子がまた戻ってくるのを3日間待ち続けていたが、4日目にとうとうとに出向いた。 そして、王子と他国の王女との婚礼にあたり、国民はパイを持参して二人に祝辞を述べようという、お触れが出ていると知り、自分もパイを作って、宮殿の祝いの席に持参した。ワシリーサが作ったパイが、テーブルの上で切られると、中からは、彼女が入れた庭の鳩が現れた。オスバトが、メスバトに、君が加えているそのチーズを送れというと、メスバトが、嫌です。 あげたら私のことを忘れるでしょう。ワシリーサのことを忘れたようにと答えた。この言葉を聞いた王子は、宮殿に来ているワシリーサこそが妻だったと思い出した。その後王子は、ワシリーサと共に仲良く暮らしたという。この民話には他にも、海の帝王とワシリーサプレムードラや湖の帝王とワシリーサプレムードラやといった類話がある。 海の帝王とワシリーサ・プレムドラヤにおいては、物語の中に登場する王は商人に、王子は商人の息子のヨアンに、二つの小箱は黄金の宝石箱に、竜王は異教のオーロブに、十二羽の詐欺サギは三羽の鳩に、キスによって、ワシリーサを忘れる相手は妹から名付けの母になっている。与えられる難行も二つから三つに増えている。 三人の勇者に当たる人物は見られない。湖の帝王とはシリーサプレムルドラやにおいては、わしの飼育のエピソードはなく、旅先で王が、湖の水で喉を潤そうとしたところ、湖の帝王から、王の家にあるもので王の知らないものをもらう、という条件を示される。成長した、イワン王子は、湖の帝王のもとへ向かう途中で、 老婆から教えられた通りに13羽の鳩が変身した、娘の一人、ワシリーサの衣類を隠し、彼女から黄金の指輪を受け取る。白呂でできた教会を一番で建てるなどの三つの、難行はあるが、妻の選択に際しての試しはない。やがて教習に耐えかねて帰国した王子は、ワシリーサを忘れ、他国の王女との結婚を考えるが、別れの際に、 ワシリーサが言った通り、宮殿の窓に庭の鳩が体をぶつけるのを見て、本当の妻を思い出す。ロシアの民話に登場する海の皇帝は、このような姿で描かれることがある。日本語訳では、竜王や海の帝王、湖の帝王、海の王なども見られる海の皇帝は、ロシアの民話の登場人物である。彼は、海底の主であり、あらゆる水の支配者であり、 水中に住む、者たちの領主であり、無数の宝の所有者である。彼は大抵、海底の宮殿や女王、水中の人々、水の乙女たちなどを伴い、王として描写される。海の皇帝の宮殿は、水晶、銀、金、そして様々な宝石でできているという。その場所は、漠然としており、例えば青い海の中、島の上、入り目にこの中だとされる。 彼が踊って楽しい時間を過ごす時には、嵐も海で吹き荒れる。彼は、ブイリーナの一つ、サドコやロシアの民話だけでなく、ノルウェーの民話にも見ることができる。ブイリーナの、サドコの物語では、海の皇帝は、商人サドコにまず富をもたらした。そしてさ、どこが裕福になった時、皇帝はさ、どこが、水中の帝国に来ることを要求した。 サドコの物語に加えて、海の皇帝は前述の通り、賢女、ワシリーサでも重要な役割を演じている。この物語では、海の皇帝は、水の帝国の英雄となり、自分の娘ワシリーサとの恋に落ちた、イワン王子を止めておきたかったが、ワシリーサは、イワンと共に、父の元を逃げ出し、さらに父の追跡からも、イワンを救った。ロシアでの海、または、 水の王に相当する人物が登場する。このよく知られた物語の違反は、ヨーロッパだけでなく東洋の民間伝承でも、普遍的に見られる。ありがとうございます。